西橋と四は日本中央競馬会立党トレーニングセンターに所属していた元長教師、元騎手。主な管理場に1999年の大花賞、優勝場プリモディーネがいる。兵庫県出身。1950年、京都府に生まれる。父は松本勲久舎に所属していた休務員であり、この3年後にクラシック2冠を制するボストニアンの担当者であった。 幼少期から騎手を志し、1965年に阪神競馬場佐藤勇九社に入門、騎手候補生となった。1970年に正騎手としてデビューしたが、佐藤九社は兄弟子の高橋茂田だが、不動の主戦騎手であったため、西橋までは騎乗馬が回ってこず、障害競争を中心に騎乗した。1986年に佐藤九社を離れて、 フリーとなった後、1989年に騎手を引退した。騎手時代に重症勝利を上げることはできなかったが、当明、オペックホースといった八大競争優勝馬にも騎乗し、オペックホースでは四歳児以外で主戦騎手を務めた。以後、菅谷定高級舎で、調教助手を六年間務めた後、1994年に調教師免許を取得、立党トレーニングセンターに、 自身の旧舎を開業した。初出走は、同年11月26日京都競馬第9競争のハード公戦で2着。初勝利は、同年12月10日、阪神競馬第8競争のムービングシーンで延べ7頭目であった。1998年、カンリバプリモディーネがファンタジーステークスを制し、重賞初勝利を挙げた。同馬は、 翌1999年の大賞にも優勝し、GI 競争初制覇も果たした。その後重賞から遠ざかったが、2008年に名勝クオリアが京都新聞杯を制し、9年ぶりの重賞勝利を挙げた。年間成績はおおむね10勝前後で推移を続けている。管理場は主に松本義夫と長井慶二の所有場が多い。プリモディーネの所有者であった。 伊達秀和も有力な提携相手であった。2021年2月28日をもって、定年のため調教師を引退。調教師通算成績は、JRA5325215 勝地方44 0 8勝括弧内は、当該場の優勝重賞競争、ふとじは、GIQ 競争、ふとじは、門下生、括弧内は、 旧社所属機関と所属中の職分、ありがとうございます。